皆さんどうも今日はお集まりいただきましてありがとうございます。定刻になりましたので記者会見の方を始めさせていただきます。私たちはカジノの是非は府民が決める住民投票を求める会です。昨日この補足会をいたしました。私は事務局長をさせていただいております山川と申します。よろしくお願いします。座ってでは始めます。今日お手元の方に資料としてまず A3 1枚ものの記者会見の式次第、それからその裏に呼びかけ人一覧を書いた資料を置かせていただきました。もう一つはホチキス止めで昨日の発足式の記帳等々が入ったものがありますので、私の方からはこれについて簡単に説明をさせていただいて、そして共同代表、今日は3人の方に来ていただいておりますので、こうした取り組みをどう進めていくのかということについてお話をさせていただきます。大体1人5分で話していただきまして、その後記者の皆様からご質問を受けて応答させていただきたいというふうに思います。まずこちらのホチキス止めの方を見てください。昨日の2月の20日に会を正式に発足をいたしました。共同代表は大垣早苗さん、奥村修司弁護士、そして中野正史さん、西澤信義さん、西谷澄和さん、村田恵子さん、それから請求代表者はそこに共同代表から3名を請求代表者と今のところ考えております。呼びかけ人は2月の19日時点で144人ほどが集まっております。大阪府内各所からということでやっております。個人の呼びかけでこの運動を進めようということが一つの大きな特徴です。さまざまなカジノに反対される団体やそれから政党関係やいろいろございますが、市民一人一人が大阪の未来を決めていく主権者である、そういう立場を前に出した形で広く参加を、保障するようなそんな運動にしたいというふうに考えております。事務所連絡先にはここに書いた通りでございます。条例案についてはこのホチキス止めの後ろの方に書いておりますが、また後から見ていただければと思います。夢島へのカジノ IR の誘致の是非、これについての賛否を問うということになります。私たちこれの法的拘束性ということも考えたわけですけれども、なかなかそうしたものに関しては厳しいということで、今後の住民投票の結果を受けてですね、大阪府がしっかりとその政策に住民投票結果を反映していただきたいということを求めています。それから、もう一つの特徴は外国の方も大阪在住の方は投票ができる、そういうふうにしております。国際都市大阪でオリンピック誘致はできませんでしたけれども、万博を誘致だとそんなことも言っておるわけですから、ぜひ住民がそこで決めると国際基準でやっていけれるような内容を条例案にも書いております。請求対象は大阪府知事ということになります。これについてもなぜ大阪市ではないのかというような意見も何社からいただきました。これについては大阪市議会で3月29日もし区域整備計画が可決された場合ですね、権限が大阪府ということに移ると、それから IR の法律13条の方に大阪府とそれからカジノ事業者、大阪では IR 大阪株式会社を立ち上げるということになると思いますが、そことの間での実施協定ということになりますので、請求対象は大阪府知事に対してということになります。署名数ですけれども50分の1、法定数が約15万筆ほどになるかというふうに考えます。最低20万筆は集めたいということですが、これは可能性のある運動ですので、もっともっとカジノはいらないと、そういう声が広がれば大きな署名運動になっていくという期待を持っております。署名収集期間については3月の25日から5月の25日の62日間、参議院選挙の、影響が一つあるということと、それから以下の4つの自治体の中で首長市議会選挙がございますので、こうした若干4つについては日数が変わるということになります。参議院選挙が7月の10日に終わったとして、投開票翌日から62日に満たない期間についての署名の収集は可能ですけれども、ここで限ったということに大きな意味があります。それは大阪が4月の29日付で、
区域整備計画それそのものについての、可決をして国に承認を求めると審査ということになります。で審査承認に入ってそしてその後実施協定が結ばれるということになりますと実施協定の是非を問うという住民投票は非常に厳しいというふうに考えました。ですからこうした行政手続きが進む間に何としても、地方自治法でもとしっかりと基づいたですね法定数を集めてそして請求をすることによって今の手続きは途中で凍結しなさいとそして市民府民の意見を聞いた上で判断せよそういうことを考えてこの5月25日というのをギリギリのタイミングでの今回の運動の立ち上げというふうに考えております。運動資金等々についてはすべて募金カンパで賄います。学習会集会ということで当面2月の27日に非常に複雑な手続きを経なければならない署名運動ということでありますからそのことについての学習を深めたいというふうに考えています。最後に、私たち本当にこの大体こうしたカジノっていうような問題について、一人一人の住民の意思っていうのは問われていないわけですね。公聴会もほとんどが反対それから説明会についても途中で打ち切られ全くそういった市民の意思、住民の意思、府民の意思というのはもう届いていない。でこういう大切なことを勝手に決めてはいけないということそれから議会の構成でよく記者の方々からもこれ否決されますよどうするんですか横浜の時もそうですし和歌山もそうでしたけれどもそういうように質問を受けるんですが私たちやっぱりそうした政治的な思考の中からはこうした運動を作るということをできないという具合に思うんです。そうすると私たちはカジノということについて次の選挙を待たなければいけないのかその選挙を待った時にはもう後戻りはすることはできない。そうした時のために直接請求っていうそうした法律がやっぱり定められているわけですね。これを徹底してやっぱり有効して活用するということで大阪の未来は住民が決めていくという新しい民主主義の方向性ということもこの運動の中で開かれるとそのように考えております。それでは共同代表の方から、一言ずつお願いをしたいと思います。じゃあ大垣さんからお願いします。はい、すいませんギリギリになってまいりました。資料の方に私の昨日のスタート会集会の挨拶文ちょっと長いですが一応の文筆家なので多分さっと読んでいただけるような内容になっていると思います。でそれと B4 番のちょうどホームページの呼びかけ文として作ったものを資料としてお渡ししています。で5分ということですのでポイントはなぜ今この時期にこんな無謀なチャレンジをするのかということを皆さんにお分かりいただきたいなということがあります。皆さんどこにお住まいか分かりませんけれどおそらく関西域にお住まいと思います。カジノがもし来たら関西域は絶大なダメージを被ります。まず皆さんに個人としてそれをどうお思いになるのかということをお尋ねしたいなというのが私は今日本当にそういう気持ちで参りました。でちょうどこの視聴者に私は本当5年ぶりにここに座っています。で皆さんもう覚えてらっしゃると思いますけれども2016年の12月15日ツッコミで強行採決をされたカジノ法案が可決成立したことを覚えておられますか。その日は翌日26日に長門にプーチンが来る日でした。でちょうどその前に安倍首相がトランプに会いに行ってでそして戻ってきたらカジノお土産私たちにしてみたら本当に大変なダメージなんですが一気にカジノ法案を突っ込んできたんです。でそこまでは棚上げ法案でした。だから私たちずっとこの運動をやってる人間にとってももうカジノは来おへんわって実は思ってたところそれが急転直下トランプ政権のところに安倍首相が行って戻ってきたら2度衆議院の本会議会期を延長して未明に突っ込んでその日安倍さんが長門へ移動しているというすっごい慌ただしいもう茶番も大茶番それが演じられて一気にこの大阪の私たちが
戦々恐々とならなければならなくなりました。でその翌年、それ12月末の話ですから、翌年私たちは阿寒火事の女性アピールというのを立ち上げました。その記者会見をここで行って以来、だからちょっと実は迷子になりました。以来ここに5年ぶりに座っています。でこれは四院新聞と朝日新聞に私たち女性が本当に2月ほどで360万円を集めてこの新聞広告を出しました。で一番最初に反響があったのが読売新聞の読者からでした。男の方でしたけれども、火事のわかんでようあれ出してくれたわって言ってくれた、お電話いただいたことが私たちの一番のこれを出した喜びでした。でこれを出すのは今思ったら早すぎたな、今出せばいいのに、もうお金集める元気はないみたいなところまで来たのですが、要は何が言いたいかといい、喋って、何が言いたいかというと、なんでこの後に及んで署名集めてる期間に国に申請がされるじゃないか、どうせこんなね府議会がもう野党なんかおれへん府議会で絶対否決されるようなことなぜやるのっていうことなんですが、後で挨拶文のところを読んでください。要は私たちはもう間接民主制というものが完全に崩壊している大阪で、じゃあ何ができるのっていうことなんですよ。本当の生活者とか根っこから一人一人がもう立ち上がって、私たちカジノ来てほしくないのっていうことを言わざるを得ない。そしてそう思ってる人たちの声というのは、皆さんご承知のように整備計画が昨年末に出て、お正月休みを挟んで1月7日から説明会と公聴会を始めるっていう、それだけでも当局の姿勢がありありと見えています。でもちろん計画の中身がデタラメであるということは当然ご存知だと思いますけれども、そんなデタラメを誰にも説明しないで、大阪府の人たちは大阪市にカジノが来るんだと思ってるんですよ。府の人たちが犠牲になるとすら思っていない、そんな状態で2月15日はもう基本協定が結ばれて、そして3月末の採決を経て4月28日に国へ申請するなんて、こんなことが許されていいのかっていうことなんです。ですから数はもちろん問題なんですが、私たちは個人から個人へ呼びかけて、広い、本当に広くて本当に根っこからの声を一度形にして、大阪にはこれだけの反対の声があったんだよということを言いたいし、形にしたいし、見ていただきたい、まだ府民は負けてはいませんよということを示したいなと思ってこの運動を開始します。ですからなんか無謀なことだとかどうせダメだからっていうような価値観を一度記者の皆さんも頭から取っ払っていただきたいなと思います。以上です。はい、続けて西田さんお願いいたします。はい、私は、まあ、個人的にですね、10年ほどカジノ問題を調べている人間です。まあ、今回どういう事情で、住民投票の請求をするかということは山川準局長の方から説明をいたしました。私自身がどういうふうに捉えているかということなんですが、実はですね、IR ができる、つまりこれはですね、大変なものができるということなんです。この大変なものを全く住民の声を聞かずにやるのかというふうに思っています。タイミングというのが確かにあるかもしれません。しかし12月23日にですね、区域整備計画が出てきたわけです。それから説明会、公聴会、それから、パブリックコメント、そういうことが1月から始まったんです。つまり先月なんですよね。私は説明会出た時にですね、あるいは公聴会も出ました。その時に住民の声を聞けというのがですね、非常にたくさんあったんです。タイミングというのは確かにまあいろいろ考え方あるかもしれませんけれども、私はやっぱりその声を背中に受けてですね、やりたいというふうに思っています。で、私がですね、
大変なものができるというのは、皆さんこの2つの事実をちょっと考えてください。一つは4200億円、これはカジノ業者の儲けなんです。 GGR と言われているものなんです。4200億円なんです。これね、腰抜かすほどすごい金額なんですよ。皆さん今大阪のね、夢洲で土壌汚染であるとか軟弱地盤で790億円のお金がかかるということを聞かれていると思います。それどころかカジノ業者が儲けるお金というのは4200億円なんです。これだけ儲けたらですね、どれだけ不幸な人間を生み出すか、これを考えてほしいんです。私の住んでいる町の人口40万です。40万人の市民税が700億円です。4200億円をこれから毎年毎年35年間にわたって、まあ、そんな続くかどうか分かりませんけども、巻き上げるわけです。でこの計画を見るとですね、巻き上げた方の経済、それを経済効果というふうに言ってるわけです。巻き上げられた方の所得を押し下げ効果というのは一切無視しています。ですから非常に過大な、そのものができるという過大なその経済効果を持つものができるということになるわけですが、これを実態をきちっと精査すれば大変問題があると。こういうものができるのにですね、実態はカジノです。しかし何と説明しているかというと IR なんです。 IR が来ると。でこの前もですね、安倍、馬場幹事長ですか、大阪ではですね、IR ができてカジノじゃないと言えとか、なんかそんなことが報道されていましたけれども、これはですね全くカジノ隠しなんです。でもしあとで時間があればですね、私はそのことを皆さんを説明したいと思うんですが、実はこれちょっと私が書いた論文です。でぜひこれをですね見ていただいて聞きたいというふうに思っております。これはちょっと漢字会社ですか、漢字会社の方にこれは後でちょっとお渡ししておきますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。以上です。はい、続けて中野さんお願いします。はい、中野正史と申します。私は大阪で商売をさせてもらっててちょうど3代目です。中小企業の経営者なんですけども、商売をするにあたっては商売の理念とか考え方というものを、小さい時から立て込まれましたし、カジノというものができるということに対して、商売人として関心を持つものでもないと思っていますし、企業が何のためにあるのかということも考えています。それカジノがいいかどうかということとはもっと別の問題として、今度発表された区域計画ですよね。でこれでおそらく皆さんもびっくりされたと思うんですけど、突然土壌改良費790億円ですか。であと南側もやると同じく700何十億円、1500億円近くのお金が一挙に使われる。すごいお金を使うということはそれまで全然分かってなかったわけですね。それからカジノの中でマイスと言われる部分の展示場が10万平米から2万平米に縮小されてできている。5分の1なんですね。この2万平米というのはインテックスが7万平米あることになると、なんとみすぼらしいというか本気でやるんかなと思われるようになります。でこれを見るとですね、当初その言うてたインテグレーティドリゾートというものとは似て非なるものになってきてるんちゃう、全く別もんや。でそうであればもう一度やっぱり民意を聞かないとあかんのちゃうかな。カジノがええか悪いかということとは別にして、で投入金額がこんだけ高く、もっとそれか他にも
いろんな万博に絡めて、あるいはカジノに絡めて、いろんなインフラ投資やってきますから、まあ、松井市長の好きなセコセコです行政みたいなことが、もっとセコい形になっていって、大阪市民、府民の、サービスはどんどん、市民サービスはどんどん低下していくんちゃうかと。ものにその市民生活、府民生活に影響が与えてきたんです。で、その790億円ですけど、そもそもびっくりしたのはですね、その土壌改良を大阪市が引き受けないといかんと言ったわけですよ。こんな契約やってる民間企業どこもないですね。土壌の汚染を完全に良くなるまで全部引き受けます。まあ、汚天井の経費を引き受けてしまっていると。で、これもし民間でやったらどうなるかと思うんですけど、おそらくそういうことを決定した役員は背任って言われるぐらいの本じゃないですか。損失そのものが確定できないような大きな費用を大阪市の土地を貸すんやから全部引き受けますよって、ありえへん話ですよね。で、これはもしこんなことをやったら悪しき前例ですよね。夢島で他でその土地を今まで造成したやつを売却してますけど、そんな貸し担保責任までその保証するというような契約は一件もないはずです。まあ、あるいは大阪市、大阪府全体を取ってみても、そんな保証絶対しないんですよね。で、何のためにこれをしているのかということに非常に大きな問題があって、まあ、はっきり言うと、二次公募の前に急にこの条項を達しているわけですよね。ということは、もう今の段階で、もう応募者に負け取ると、契約の段階で。相手の言うがままのような契約をすることが、本当にその前例となっていいんかと。これから何本お金使わされるか分かれへん。その市民の税金ですよね。松井市長も吉村知事も、これは民間のプロジェクトやから、一切税金を使えへんと。市民や府民に負担をかけないと言いながら、市民や府民に負担をかけるようなことを平気で言うとって、誤りもしてない。これは税金とちゃうでというごまかしてますけども、その公安会計に投入していって、公安会計はもう本当に今の段階で破綻寸前になっています。破綻したらどうなるかというと、一般会計から投入しないといけないわけですから、それは当然私たちの税金がそこに使われることになっていくわけです。で、それをこの巨額な経費でやられていると。そこまでやりたいんやったら、もっぺん聞けよと、市民の意見や府民の意見を。それは当然のことじゃないでしょう。全く似て非なる契約ものを叩き台に乗して、で、それはもう合意されてるから、何も合意したことはありませんよ。それで我々の生活がもっとひどくなっていくということは、絶対許されないと思います。そういう意味で、市民や府民の怒りというものを、この住民投票条例という形で聞いてみたらいいんじゃないですかということで、これを始めました。これは画期的な署名活動になると思います。ありがとうございました。以上、3名の共同代表の方から、今回の住民投票をどういう意味を込めてやるのかということをお話しいただきました。先ほど紹介し忘れましたが、呼びかけ人の方にこの一覧の方で、各共同代表は丸がつけてございます。大垣早苗さん作家、奥村さん弁護士、中野さん会社経営者、西澤先生は、神戸大学の名誉教授、西谷さんフリージャーナリスト、村田さん介護施設の調理師という形で、紹介をさせていただいております。それからこちらの方の、リーフレットですが、まだこれ印刷前のゲラです。ですから、これこのまま参考にはなさってくださって結構なんですが、まだご職等々もちょっとありましたので、そこらについてはご容赦いただきたいと思います。それでは記者の皆さんの方から何かご質問がありましたらよろしくお願いします。よろしいですか。はい、どうぞ。読売新聞の大森と申します。
ちょっと不勉強で申し訳ないんですけど、この署名活動が画期的であるというようなことをおっしゃられましたけども、今回の署名活動で特徴的に他の署名活動で一番ポイントというのを書き込んで、すみません、他の署名活動と違うポイントというのはどういったところなのか。まずこの署名は横浜とも和歌山とも違います。横浜和歌山の場合はまだ賛否を問う余裕があったっていう署名です。で、大阪の場合はもう議会採決が出てスタートする状態になりますし、署名期間中にさっきも言いましたけれども国への申請ということになりますので、実施協定を結ぶなという実質的なものになるという意味で、同じカジノに関わる住民投票条例を求める直接請求との性質の違いがあるということが一つです。それと私がとても意味を感じていることは、今までさまざまな市民運動いろんなことをやってらっしゃる方おられるんですが、たった署名一つっていうその一点で大阪府下全部で同じ期間に同じ運動をするということはおそらく過去にないと思います。で、すでに私たち活動を始めてきて本当にいろんな人たちが、しかも個人から個人へもうなけなしの人脈を与えて最初スタートしましたけど、いろんな人たちがね結構二つ返事で、ああ何でもやってあげるよって言ってくださって、昨日私すごく新しい発見あったんですが、144名の呼びかけ人の名前見て昨日参加されてお電話いただいた方があって、その人が、いやなんとかいうやつ昔の大学時代の飲み友達やねんとか言って、そういうふうにしてね全く違うところに今お住まいして間が途絶えてしまった人たちっていうのの、そういう何かね新しい発見があるというのも、私はもうこれは思っているようなこととは予想を超えた嬉しい昨日のお電話でした。あとそれと昨日ちょうどホームページ工事中なんですが、パッと立ち上げたものを日本ジャーナリスト会議の本部 の、 事務局長さんにお送りして、関西の支部の方にもお送りしたら、いや何でもするよってもう4人ぐらいバッて返してくださって、東京は東京で何を驚いてらっしゃったかというと、私この間ちょっとその守屋隆一さんという方なんですが連絡を取ることで、大阪がこんなにひどいっていうことが僕たち知らなかった、何かできないかなって言ってくださったのが何かというとね、大阪府と大阪市の専権処分率、この数字が恐ろしい数字なんですよ。つまり市長が自分で勝手に決めてしまう率っていうことですよね。大阪府は 46.8%、 第2位の埼玉県は 19.8% なんですよ、知事は。で、大阪市は 86.9% で、2位は維新の堺市で 84.2% なんです。この数字を見て実は守屋さん非常に驚かれました。びっくりする、そんなことって地方自治であるのって言って、それ言われてからこの準備に入って1ヶ月ぐらい音信不通だったんですが、昨日もう私も背に腹は変えられないと思って午前中集会に行く前にバッてホームページを流しておいたら、東京からも応援しますよというメッセージをいただきました。こんな風にして一生懸命な人がまた一生懸命をつないでいくっていう意味で、そしてそれが大阪府が全部に広がるという意味で全く新しい運動だと思っています。ちょっと私から一つはですね、大阪 IR という実態がですねきちっと説明されていないということなんですね。これはですね私致命的なことだと思います。でしかもカジノ隠しなんですね。IR という言葉で実はカジノを隠していると。でどういうふうに隠しているかというとですね、まず4200億円という巨額の金を、巻き上げるわけですが、これが実は1兆1140億円の、1兆1400億円の経済効果を生むと言ってるわけです。つまりカジノが大きな経済効果を生むと言ってるわけです。
それを IR であるとか、あるいは観光業で進行しているように言っているわけです。これは大変な誤解を与えている、わけです。ですから、これを住民署名をやる過程で、こんなものができる、こういうふうになっているということを説明したいと、こういうふうに思っています。松さんはよろしいですか。今の質問はよろしいですかね。そうですね、画期的なのは、これ個人ベースでやろうという形でスタートしていることですよ。どっかの団体が中心になって温度を取ってやるんではなくて、大阪府民一人一人が横のつながりを作りながら、大阪府民一人一人の判断として、こういう署名をやらないといけないということを広げていこうという形でやっていく署名というのは、おそらく初めてのスタイルではないかと思います。ちょっと私の方も一言、この今回出すリーフレットになりますけどね、カジノはいらないと、でみんなで決める大阪の未来、住民投票の実現へ、これみんなで決めるの中にはもちろん賛成反対も投票していただくことになります。条例もその賛否を問うということですから。けれども大阪府民、大阪市民全て含めてですけれど、本当にカジノの中身をしっかり提示をして説明をして住民理解を得るという手続きが行われていないと、本当にそういうふうに思うんです。先ほど西田先生の頃もありましたけれども、カジノのマイナスの経済効果については一切ない。でいろいろな世界の中でカジノ誘致されたところも、カニバリゼーションの中で共食いが起きて、その大阪市だけじゃないですよ、その地域全体がマイナスで落ち込み衰退をしていくと、しかも借金で、記載をしてですね、公費を使ってそのカジノ事業者を呼び込むと、こんなこと誰も知らないし、そうした区域整備計画が昨年出されてわずかの間で、じゃあ皆さん知っていますか。本来であればそのことをしっかり知らせるまでこんな決定を議会で決めちゃいけないわけです。で、実地協定にこだわるということで言いましたけれども、実施協定だってまだできてないわけですね、見てないわけです、誰も知らないわけです。普通近代の契約っていうことで言えば、しっかりと契約書があってハンコを押す、今ハンコもないですが、ハンコを押すっていうのは当たり前だけれども、そんなものがない、契約もコロコロ変わる、将来に対しての借金も明らかにならないということで、ここでもう一回議会手続きがあればいいのに、 IR 整備法そうなっていません。これは先ほど大垣さんが言われたように、何が何でもカジノをということへの利害関係があったから、この法律そのものも僕瑕疵があると思うんですけれども、そんな形でやったときに私たち今しかもう止められないじゃないですか、反対って言えないと。で、公聴会の中で9割の方が反対の口述をするなんていう公聴会普通ありませんよね。国会なんかでもいろいろな意見を聞く場合でも、それほど反対意見があるのに無視してやる。2月10日に自民党の市議団の方が大阪市だけでも住民投票をやろうというふうに言ったのに、松井市長は今頃なんでこんなこと言うんだということで、本会議当日に委員会付託をなしに否決と。じゃあ私たち市民はどこで行くんですか、府民はどこで話すんですか。そういったものの保証のない、先ほど先見処分率がここまで高いということで言われましたけれども、全く住民意思とか主権が私たちにある住民自治ということはこう無視されたままで大阪が進んだということにおいて、この署名運動が持つ意味っていうことが、これまでの一般的な反対の運動ではなくって、市民参加ということにおいて大阪のこれまでの十数年の土壌を変えていくんじゃないかと、そういう意味で画期的だというふうに僕は考えております。その他何かご質問があればお願いします。はい、どうぞ。毎日新聞の鶴見です。設立の経緯の理由の一つとして、今おっしゃられた2月10日 の自民市議団が出された条例案が否決されたので市民団体が発表したという流れです。私の方でいいですか。もともとこうした問題については昨年末からカジノに反対する個人やカジノに反対する団体もいろいろあって相談は進めてきました。でそれでただどういう時期に設立をするかということで言えば、やはり
その時期にはもちろん自民党の市議団の方が住民投票条例を提案するなんていうことを知りませんでしたから、どこかでということは考えておりました。で、2月10日その本会議で否決っていうことがあって、やはり議会の中でそうした声が取り上げられないという松井姿勢、それから府政も同等同じだと思いますけれども、そういうことであればここでやっぱり出さなければいけないということと、それから先ほど言った実施協定がいつ結ばれるかということが今年の夏ごろっていう具合な言い方しかされておりませんので、それをやるにはもうギリギリのタイミングだというのが今回の判断になります。大阪府議会、市議会、3月24でしたっけ、29と25でしたかね、まあ、末に終わりますけれども、それが終わってから運動を立ち上げたんでは、この大阪府内全域から50分の1を集めるなんていう運動で、直接請求するということが不可能なままに実施協定結ばれますよね。そうじゃなくて、その前に地方自治法に基づいて請求するから止めろと、しっかり考えろと、議論しろということを言うために、ギリギリのタイミングが今回の2月の20日ということになったというふうに考えています。その他、どうでしょうか。はい、どうぞ。朝日新聞、浅沼と申します。はい、念のための確認ですが、10日に府市に出された7万数余りの署名とはまた普通の署名運動と考えています。はい、どうしましょう。私からいいですか。はい、今回大阪府市に集めていく署名ということで、7月の、10日ですね、1月の10日に7万1028筆がこれ提出されたんですね。でこれは各市民団体や個人が、私たちも実は集めたんですね、集めておりますが、こうしたカジノっていうことについて、反対しているということを意思を示すという、そういう署名になります。でこの署名はまだ続けるということになります。大阪府議会市議会の閉会へ向けてということで、今回は地方自治法に基づいて、条例を作るということ、それを目的とする署名になりますから、カジノ反対ということを請願する署名じゃなくて、カジノの是非を問う条例を作るというそういった署名ですから、全く別の署名ということになると思います。7万通 の, その署名以外に約130通の陳情書が出されているわけですよね。これも大阪市会としては異常に多い数だと思います。そんだけやっぱり市民が嫌がり始めている、少しずつ、新聞で報道してもらったのはあると思うんです。それを790億、それも、ね、誰も知らないわけですよね。だからそういう形の中からこれはまずいぞということを、感じている人が増えてきているというわけです。それとですね、この前は7万2000通出しました。それ以前にですね、9万6000筆の反対署名を出しています。でそれについて IR 推進局にその9万6000筆はどういうふうに扱われたのか、どういうところで会議されてどんな結論が出たのかと、というのは9万6000筆集めるなんていうのはもう大変なことなんですね。それをどれだけ重く受け止めたのかという質問をいたしました、私がですね。でそれについては一切答えが、ありませんでした。陳情、先ほど中野さんが言われた陳情書っていうのは、自民党の住民投票を支持をしてぜひ実現していただきたいという陳情が大阪市会に130から150くらいとも言われましたけども集まった。議会事務局に言わせるとこれは異例のことであるというふうに言っておりましたのと、それから署名の手続きはまた別途ここで詳しくは言いませんが、四角で簡単に囲んでありますので見てください。署名各大阪は72市区町村あるわけですけれども、堺、大阪が政令市ですからね、そこで集めたものをそれぞれの市区町村の選挙管理委員会に集めて、それ法定数を超えたときに知事への直接請求ということを行って、知事は意見書を付して、大阪府議会を招集しなければならない。その中で初めて条例案が成立したときに住民投票が行われるという、そういう運びになります。産声を得たばかりの団体で、市民を中心にして個人がこうした問題をどんどん広げていこうという、そういう取り組みの中で、本当に今の大阪府市政、
それからあのカジノの是非っていうことを問うていく、あのそういう意味では画期的な運動になっていくというふうに思います。あの大きく広がる期待感っていうのは、あの僕はあの政党であったりとか労働組合であったりとかいろんな人たちがいるし個人もいるということの中で、大阪の都構想の住民投票の本当に市政の市民の人たちが賛成反対ということで家族でも議論しただろうし職場でも議論しただろうし、そういうことの中でたくさんたくさん行動される方が増えましたよね。そういうことなしにこの大阪の未来将来にわたってカジノということが及ぼす影響ということを考えたときに、あのみんなで決めるということを、私たちはもちろんカジノ反対ということですけれども、そういうことを揺るがしていくようなそういう運動へと発展をしていくということを、あの、まあ、ぜひあのマスコミ各社の方々にも見守っていただいて、そういうふうにして大阪変わろうとしてるんだよということを発信していただければということを願っております。よろしいですかね。それではあの記者会見ここまでで終わらせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。